はい、皆さんこんにちは。あ、十字キー。はい。あ、ホローナイトのパクリだ。いいね。あれ、もうダッシュ持ってんだけど、この人。おら。ああ。ベテランですから。I'm a veteran.Oh my god. 回復、回復、回復、ない。おう。Oh my god.爪、あれしてる。かわいい。かわいらしい敵だ。え、こんな、こんなやついたよね、でも。あの、飛んでる虫だったけど。ええんか、これ。いや、わしはいいんですけど。ブロックトフォーデモだって。いや、まあこの間このゲームがさ、そのインスパイアされてるゲームがおもろいから、もちろん普通にこれもなんかやってて面白いな。で、なんかいい感じかも、操作とかのなんか感触は。ちょっとあのトゲの位置変えてほしいけど。やべ、落ちちゃった。なるほど。面白い。サンドイッチマンぐらい面白い。相当面白いね、それ。サンドイッチマンって言ってもあれね。サンドイッチマンの、あの、コントの方ね。平場のサンドイッチマンじゃなくて。ねえ、テキストどうでもいい。やめてほしい、インディーゲームのこのテキスト、本当に。なんか、わかるこれ。もう丸々1ページ読ませてくるじゃんっていう。インディーゲームってなんか多すぎ、そのパターン。誰もテキストなんて読みたくないってことを理解するべきだと思う。おお、ミッキー。あ、なんかボスが雑魚敵として復活するパターン。あ、もう電池ついてるか。エッチな声出しちゃった。ん？何もできないよ。9で回復か。で、あの爪はそういうことか。
ふう。ああ、急に。ボス戦ないんだ。本編でもこうなんかな。大体なんかメトロイドバニアの能力ってボス倒して手に入れるけど、こんななんか歩いてたら落ちてることあんだね。はいはい。ペンキが切れた状態でペンキ使うとダメージ受けちゃいますよ。だって、あ、敵もいけんな。こうして、こうして、よし。なんかむずいかも、ちょっとなんか飛行機操作してるみたい。むずい、ちょっと。あー、DWWDW むずくない？普通に割と考えなくないとなんだけど。ほら HP ねえじゃん、わし今。パーサビア。うん、なるほど。わざわざチェックポイントまで持んなくていいってことね。WWDW。WWDW。インスピレーション J ってこれまた遠いな。バッジか。ダブ、あ、WDWWD。 ダブで、WDWDWWDW。 ふう。DD そこ行くか。 WD 割と面白いかもね。敵がクリスタルもっと落とすようになりましたって。なかなか程よく楽しいかも。アナル、程よくアナル。なんか超見たことある。さすがにちょっと見たことありすぎるだろ。あおう、突き放してさ回収するってなの。やねんっていう。
見て。なかなかの強敵である。ロッキー、え、なかなか苦しゅうないぞ。な、 HP でも少なすぎるな。ダメージでかすぎ。あ、いた。敵強え、このゲーム。おう、インスピレーションか。あ、ちょ、ペンキ。見て。おう。おう。おう。ハートフラグメント。何も起きねえな、なんか。あ、え、どこ、ここ。お、あ、なんか起きた急に。あ、弱っ。なんかめちゃくちゃマップ広くない？マップ広いわにさ、何も起きないっていう。あ、あれ、あと空中にいる敵多すぎるな。戦いづらい戦いづらい敵めっちゃ多い。まあ、そういうテーマなんかな。そういうノリなのかも。ああ。
インスピレーションかよ。うん、ちょ、何も起きねえな、なんか。飽きた。さすがに。あら。やばい。あやうい。いやー、なんでー。前にジャンプするとダメなんだな。これかい。いやいや、あ、ペンキの増量、ペンキの使える量増えた。勝手に金空襲じゃねえや、吸収してくれるのありがたいな。でも マップがさ、超わかりづらい。どこ？これわしだけ迷子になってんの今。なんかわかりづらくない？マップ。ボス、あれセーブは大丈夫？ボス戦の前もテキストあんのやばすぎ。ちょ、マップだけ見ときたい。
もらったでしょ、もう。はい、ノート、ヴィンセントのノート手に入れました。彼に、彼に渡してデモを終了させましょう。だってヴィンセントどこ、とりあえずこっち側。強いよ。ヴィンセント。はーい。いや、まあまあ、でも戦闘面白かったかな、割と。マップがちょっとつまんなかったかな。マップがちょっとつまんなかった気がする。なんか、なんか特に意味のないマップがなんかすげえなんか多かった気がする。通ってて、なんかただの通路だなみたいな、何の意味もないな、ここっていう、なんか場所が多かった気がする。まあでも戦闘面白かった、なんか。はい。